本当にちょっとした、ね、ことで、今日は失点してしまって、勝ち点3を奪えませんでしたけども、我々の新しい目標はね、もうはっきり今してますんで、昇格っていうところはもう通過点になったと。残り2試合ですが、我々はまず J2 で優勝を目指すと。今日で勝ち点4離れてしまったんですけれども、あと2試合で、なんとか勝ち点6取って、最低でも頑張ることを苦しめてね、それで来年自信を持って J1 で戦っていけるように、残り2試合ですけれども、ベストを尽くしたいと思います。サポーターの方には本当今日も遠くまで来てもらって、昇格プラス勝利をねプレゼントしたかったんですけれども、まだまだ、我々も足りませんし、クラブ全体の力もね、まだお客さんを本当にね、もう泣かして喜ばすぐらいの、パフォーマンスと力はまだないのかな、もう一度、気を引き締めてね、残り2試合は、今日よりも必ずいいゲームをして、今シーズンを締めくくりたいと思います。